皆さんこんにちは、ガーヤンです。今回のガーヤンの競馬予想は阪急杯になります。出馬表を見ていて面白そうな馬がいたのでこれから買います。その馬は4枠7番のクリノガウディになります。前走のシルクロードステークスは16着とね、惨敗しているんですけれども、前々走の阪神カップで5着と好走しています。そしてその阪神カップで1着だった馬、1枠2番のダノンファンタジーになりますが、こちらの方はかなり人気しているようですね。なのであえて人気をしてない方の馬から買います。人気してない馬を買うときにはですね、もう相手を絞ってはダメです。人気薄から買うときには総流しということで、今回のガーヤンの対面は7番クリノガウディから生まれ総流しとなります。今回は少し楽しみです。また次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。